札幌市内のこちらのホテル、この夏に向けた珍しいものが売っているんです。それがマスクです。こちらの商品、その名もひんやりクールマスク。札幌のセンチュリーロイヤルホテルでは4月からワイシャツ生地を使ったマスクを販売していて、今日から夏用のマスクを用意しました。涼しくなるようなマスクはないのかというようなですね、リクエストがありまして、こういったマスクを作ることになりました。マスクを作るのは札幌市東区にあるワイシャツ工場。普段はオーダーメイドのシャツを作っていますが、携帯安定加工をした生地を使って洗っても型崩れしないマスクを作りました。職人が一つずつミシンで縫い上げてゴムを通していきます。マスクの生地には速乾性が高く、湿気が蒸発するときに温度を下げる特殊な素材が使われています。今までの不織布マスクと比べると、こちらのマスクの方が中のもわっとした蒸れた感じが少なく感じます。あと今みたいに風が吹くと、このマスクがよりひんやりと感じて気持ちいいです。なるほど。繰り返し洗っても型崩れしにくいこのマスク、暑くなるこれからの季節、活躍する場所が増えそうです。地域 の、 あの企業様や団体様、自治体様とも、連携してですね、北海道のためになるような、そういった活動をしていきたいなというふうに思っております。